じゃあこんにちは豊さん、はい、今年も昨年に引き続いて、監督総評1か月ごとにね、総評でもないだろう。いや、その話はしてきたよ。はい、それでなんか総評っていうとさ、なんかこちらがなんか判断下してる、偉そうみたいじゃない。でも去年1か月毎月やってたの覚えてますか？やってたな、監督総評。はいはいはい、それの今年のいち早い版です。はいはいはい。なのでまあただ全員と話したわけじゃないからね。そうですね。8チーム8球団の監督と豊さんキャンプで話してきたので、この8球団の監督のキャンプでの印象ですね。豊さん話して今年どんな風に戦うのかとか、どういう意気込みが見えたっていうのを話していただきたいと思います。まずはセ・リーグいきましょうか。ディフェンディングチャンピオンの岡田監督、まあ昨年はやることがいっぱいあったと思うんだよ、うん、でこうしなきゃいけない、こう考えなきゃいけない、いろいろあったんだけども、やっぱ浸透してきてるよね、岡田監督の。だからそんなに大きな動きも見せてないし、やっぱり選手が、まあ、昨年勝ったことによってより自覚が生まれ、まあ、やろうとしてるという、だからいい循環をしてるなっていう感じはするよ。まあ昨年はもう細かいことから言うと、党内連携の一球一球を止めて説明したりだとか、止めてやり直しをしたりだとか、まあいろいろしてたけども、まあそういう意識も全然やっぱりチーム全体を見てると変わってきてるから、だから岡田監督がまあ1年間かけて選手の雰囲気だとかチームの雰囲気を変えていったように、今年はスーッと入っていってるよね。だからそんなに慌てたこともないし、はい、話をしててもやっぱ外野手争いっていうのはちょっと厳しくなるなっていう、そこですよね。だから、まあ、そこら辺で誰が残ってくるかとか、うん、まあピッチャーだったら、まあ、ピッチャー任せとけば大丈夫みたいな、はい、で話を聞くとコーチと監督そういうのが立て合うよね。だからすごいいい信頼関係で、まあ、やってるんだろうなっていうね、まあ、そんな感じを受けた。ただぼやいてたのが、はい、なんでキャッチャーばっかり怪我すんねんって最後に確かにそうですよね、なんでキャッチャーばっかりやねんって、梅野選手もね、なんか後ろの肩ですかね、まあ肉離れとかじゃないの、キャッチャーばっかりなんでかな、キャッチャーばっかり怪我すんだよって、それはぼやいてたけど、ぼやいてました。他は総じてやっぱ若手には厳しいな、今年は特にそうですね、競争してんだからなんちゅうざまよねみたいなことはあるけども、そんなにいきり立ってやってるわけではないよね、他の球団のことも意識してないし、まあ強気だったね。ですよね。まあ去年よりもより今年の方がより戦えるメンバーが軸となっていて、そこにあと数名どういうふうに入れ替わりで入ってこれるかなっていう。ただね、岡田監督の怖さっていうのは、やっぱ同じメンバーで同じように戦えないと思ってるはずなんだよ。だから誰かやっぱ出てこいっていうふうに思ってるはずなんだけどね。それが前側であったりだとか、そうだな、まあそういうあたりが刺激を与えるとか。まあ小畑とか、そういう選手がまあこうレギュラー陣を脅かすとかね、まあそうなってこないとやっぱ去年のままでこう戦うのはちょっと不安な感じは受けてるんじゃないの、大丈夫かなっていう、そこぐらいだと思うよ。あと監督自身、そのキャンプでオープン戦などもしながら、そのやっぱり意識する巨人に関しての岡田監督のキャンプでの見方みたいなのもなんかありました？まあ例えばね、まあ、巨人がそのセンターから反対方向で得点圏に行ったら特にそう、まあ岡田監督曰く、まあでも今うまくいっててもなかなかうまくいかんもんよって、ただそのレギュラーが全て揃って出た時にそれができるかっていうとなかなか難しいんちゃうかなーって言ってたよ。あ、そう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 。で今は若い選手だからできてるかもわからない。ただ若い選手が、まあ、できないよりはできた方がいいけども、これがレギュラーにメンバーが変わった時に、まあ、どういう結果になるかなっていうのは言ってたけどね。なんかやっぱりその余裕はありますね。ただよく見てるんだよ分析してるんで自分で気になるからですか。いや、まあまあ気にはしてると思うよね。そうか、まあ相変わらずパインアメは舐めてる総評パインアメは舐めてる。そう好きなんですね、本当に。好きなんだろうな。なんでパインアメなんですかね。他のヒューって言いたいね。待って、監督がヒューってまあでも本当に落ち着いてたね。ですよね。さあカープの新井監督ですけれども、新井監督はいきなり情報収集から始まったよね。豊さんね、巨人はどうですか、阪神はどうですか。スパイのようですね。いやいや、みんなやっぱいいキャンプを送ってるって言うんですけど、本当ですか。ちょっと気になってるみたいな。そうなんですね。でやっぱりこう4番ということをね話してたね。で新外国人、まあハマるといいんだけどもなっていう、まあ、西川が秋のキャンプの時に移籍が決まって、まあ、それからやっぱこう若手の顔色が変わってきたと、はい、よし俺がみたいなね、まあ、そういうのを感じられたんですごく良かったかなっていうふうに思います。まあ実際この春のキャンプで、はい、まあそういう動きも見せてくれてるし、頼もしく思ってますよと。ただやっぱ打線のこう中心、まあ、中心から打順っていうのは決めていくから、やっぱ4番がいない、これは長いシーズンを見た時に負担になる可能性がある。だからまあなんとか新外国人をまあ4番に使いたいなっていう感じでは話してたよね。そうですね。でもまあ上本でも、去年新井でも使ったけども、まあ、そこからつないでいっても、まあ、うちはいいんですよというようなことで、いろんな野球を考えてたよね。あ、そうなんだ。いろんな形の野球をこう、今から外国人がダメだからもうダメだんじゃなくて、いろんなパターンを考えてチーム作りをされてるなというね、まあ、そんな感じがしたよね。ね、外国人が去年もそうですけど、なかなか4番ではまってくれないっていう。まあまあそうだね。で、鈴木誠也選手が抜けてから、もうなかなかずっとどんといてくれる4番がいないですからね。まあそうだね。だからまあ末金が昨年ね、後半ちょっと打って、はい、まあただ出遅れたでしょ、キャンプでね。だからまあそこら辺もあれだけども、まあでも落ち着いて戦おうとはしてるね、新井監督が。で、まあ栗なんかもあの年でスピードアップを図ってると。もっとまっすぐのスピードが速くなりたいっつって、こうやってるしね、取り組んでるし、だからまあ新井監督は昨年よりも落ち着いてるね。まあ昨年が監督ルーキーや。まあまあそうだね。はい、まあそれとやっぱこうコーチにチーム作りは任しながら戦略を考えてるよ。どうやったらまあ岡田監督の牙城が崩れるかとか、他の監督も含めてだけど、どういう手を打っていけばいいのかな。そしたらどういう選手が必要なのかなっていうのを、まあ、すごくこう考えてて、それをこう見極めようとしてたな、まあ、そういう印象がある。だから練習はしてるんだけど、新井監督の頭はもう戦いになってたよ。あ、もうすでにですか。だからこう新井監督も二面性というかさ、あ、いいぞいいぞって、選手と一緒にバカになって、ああとか言いながらでも、やっぱちょっと離れたところでは戦略とか戦術とか、そういうのをこうどうしたらいいんだろうって、このチームにはこれが効くかなとか、そういうことをやっぱ考えてるな。だからすごく知的に感じたよ。そうなんですね。監督ね、就任直後は新井監督っていうとね、わーっていう感じで、家族ファミリーみたいな、ファミリー一緒に行くぞ、一緒にドラゴンになるぞって言うけど、今年はやっぱ違う。やっぱ1年戦ってきて、こういうチームにはこういうことが効くとか、そういうことを分析してたね。まあ隣にね、藤井コーチっていうコーチもいますし、まあいいコーチだよな。ですよね。いいヘッドコーチだと思うよ。そうですよね。さあ続いて DNA 三浦監督です。三浦は忙しかったみたいよ。え、そうなんですか。だって休みの日に屋久島2軍行って、で見てきて、日帰りかって言ったら、いや便がないんですよって。ないんだ。で泊まって次の日に帰ってきてみたいな。へえ。いろいろ動いてるみたいで忙しかったみたいな。そうか、まあ、1軍2軍が離れてるとまたちょっとね、大変ですけれども、ね。あとは三浦監督っていうのはもうコーチに任せっきりで、まあ自分が気が付いたことはコーチ会議で言うっていうような、まあそういうスタイルなのかなっていう、それとコーチに報告をさせて、今この選手どうなってるんだとか、いやこうなってますと、いやもうちょっとこうしてほしいとか、ああしてほしいっていうのはコーチに対して言ってると思うんだよね。だから選手に直接こう雑談はするけども、コミュニケーションを取るけども、なんかそういうスタイルでこうやってるみたいな。あ、そうなんですね。ただそのやっぱり今永、バウアー、まあバウアーはまだ決まってないけども、これをどう埋めていくかっていうのをね、今も必死に考えてるよね。まだ今のキャンプの中ではなかなかその答えっていうのはカチッとは出てない。まあそうだね、まあ昨年なんか中川とか宮城とか、うん、いいところで使ってあげたりだとかさ、そういう経験が今年生きてくれないかなとかね、うん、まあそういうことは考えてるし、うん、手は打とうと思ってるけども、これはもう結果だからさ、オープン戦の、うん、はい、でそれが埋まるかどうかっていう、そのやっぱピッチャーに頭いっぱいだな今。野手は大丈夫だろうってある程度ね、うん、野手はまあ点を取ってくれるだろうと、ただやっぱどういうふうに抑えていくかとか、まあ、そういうこと、抑えも含めてみんな競争だって言ってたからね、うんうん、だからそうだな、そういう意味ではちょっと山積みなところはあるよね。ああ、うん、まあ機動力という意味でも、はい、渡来を無理やりっていうか、まあ使ってみて、うん、どのぐらいのね走塁ができるかとか、うん、まあそういうところも見極めなきゃいけないし。うん、やることはやっぱこう屋久島行ったりとかもするのも大変だろうけどもさ、やっぱ大変だと思うよ。そうか、うん、まあ他のチームの監督もそうですけど、より三浦監督もやることを頭抱えることも多いキャンプだったのかな。まあそうだな、ある程度コーチにね任してる、一任してるっていう、まあ、これはもう組織としたら、うん、まあその方がいいんだろうけどね、うん、報告と結果が違うとさ、やっぱこうそれがストレスになってくるだろうな。そうですね、うん、巨人の阿部監督です。阿部監督はやっぱ、まあ、昨年そのホームランとかね、打率とか、うん、まあそういうのはもう上位にいっていて、でただ負けたのは得点圏で打てなかったという、はい、その得点圏で打つためにはこういうバッティングが必要だと、うん、だからそのイコールホームランが減っても構わないと。うん、だけどやっぱ勝負どころの打点を増やさなきゃいけないのと、走塁という意味、はい、ダイヤモンドをどれだけ速いスピードで駆け抜けるか、うん、まあこれがやっぱ一つの最大のテーマだったと思うんだけども、まあそのバッティングももう最初から基本センターに置いておいて反対方向でいいと。だそれがやっぱ結果としてはオープン戦に出てるし、走塁という意味ではやっぱこうその先発ピッチャー、中継ぎピッチャーのクイックのタイムを測り、すぐ遅ければ走らせるという、うん、だから選手も反応よく動いてるし、そうですね、監督が目指してる野球に近づいてるっていうことは感じたな、うんうん、あとは秋広とか、はい、そういうのに厳しいコメントはあるけども、うん、やっぱ野球をこの1球の意味、そういったものを知らないと強くはならないと、はい、なんていうの、1球の意味を持った時に、知った時に初めて強いチームができるっていうふうに阿部監督が考えてるから、うん、まあそこを目指してやってるよね、うん、だから課題という意味では、まあ、これは結果別にして、はい、やろうとしてることは俺は正しいことをやってるなっていうふうに思うしね、うん、でその結果がオープン戦での結果だし、はい、これはフロックでも何でもないし、うんうん、ただやっぱこういたちごっこで、坂本なんかこうやって阪神のね、打ってくるって、よし分かった、じゃあそれだったらそうこういう配球をしようとか、うん、もう考え出してるから、はい、これはいたちごっこになるかもわからないけども、阿部監督が言ってたのはやり通すというね、うん、いうことは言ってたよね。うん、うん、だから、まあ、課題もしっかり分かってるし、はい、それに向かってチームも動いてるし、いいと思うよね。そうですね、うん、浸透しつつある。阿部監督のこうやりたい野球がね。なんか今年のキャンプのスローガンが「笑う阿部には服着たる」みたいな感じだったらしいんですよ。キャンプ全然笑わないよ。笑ってなかったですか？笑うわけないよね。笑わないよ。キャンプで笑ったってしょうがないよ。でもオープン戦だったかなんか、二岡コーチとすっごいツボにはまったシーンがあったらしく、ベンチで爆笑してたんですけど、あれ何だったんだろうってずっと気になってるんですけどね。今度聞いておく。お願いします。お願いします。まあだけど本当に課題克服という意味ではね、はい、まあいいキャンプだったと思うし、はい、うん、話してた通りの野球ができてたというね、うん、まあそんな感じがする、ね。そうですね。さあ、ヤクルト高津監督です。高津監督は厳しくなってたな。より厳しいっていうことですか。まあ野手はね、まあそんなに心配ではない。まあある程度形はできてるよね。うん、はい、まあ塩見が1番で、山田3番、4番村上、うん、サンタナ、中村、オスナとか、はい、まあいろいろこういるんだよ。だからピッチャーなんだよね。はい、で行ってる時っていうのは、まあ奥川離脱したけども、はい、すごいいい感じで投げてて、でまあ高橋奎二。はい、まあ昨年 WBC から帰ってきたり、うん、まああんまりパッとしなかった、うん、だこの2人で仮に20勝あげたらって言った瞬間に、豊さん、そんな甘くないですよね。やっぱそうバッサリ言ってたよ。厳しい。いややっぱりね、ある程度そのやっぱりピッチャー出身の監督だしね、うん、やっぱりピッチャーの見る目は厳しいわ。そうですよね。だからその厳しさが吉と出るか凶と出るかっていうような、うん、そんな感じもしたけどもね、うん、だから野手は内山をどうするかとかさ、はい、いろんな悩み、まあ西川をうん、例えば2番に据えて塩見と1、2番なんていうのは面白いしさ、うん、いろんな楽しみはあると思うんだけども、まあピッチャーだよね、はい、だからピッチャーのことは盛んに心配はしてたね。そのピッチャーでのことはキャンプでは何かある程度収穫だったりとか何か手を打てたとかあるんですかね。やっぱり怪我人が出ちゃったからな。そうですね。だからあんまり収穫というよりも心配事が増えたかなっていうような感じがするよね、うん、ただ高津監督のあの厳しさっていうのはもう頭数に入れてないよみたいな、うんまあ多分そのぐらいの感じでは接していくと思うけどね。あ、厳しいですね。だから非常に厳しくなってるよね、高津監督がね、うん、だからまあ今年勝負に出るというか、はい、2年連続でね B クラスっていうのはそれまで優勝してきてるわけだからさ。そうですよね、うん、だから許せないとかね、はい、まあそういうことはあるんだろうね、うん、さあ中日3年目の立浪監督です。やっと競争ができるようになりましたよ、豊さんみたいな、はい、それはもちろんね新韓国人と、まあ、中田翔とか、はい、こういうことが頼りになるかもわからないけども、うん、まあある程度やっぱバッティングということは、うん、多少なりとも手応えは感じたはずだと思うけどね。オープン戦から始まって3連休があった時の金堂とほぼ得点できずに大丈夫かなと。まああの時もね監督と話をしたんだけど、はい、でもキャンプはね結構うちは他よりも厳しい練習してきたはずですと、うん、でちょっと追い込みましたと、うん、ちょうど疲れが出る頃だなとは覚悟してましたって言ってたけどね、はい、だけどまあ3試合目にパンパンと点を取って、うんね、まあ勝ちをものにしたんだけども、うん、だからその中でもやっぱ若手が多少なりとも伸びてきたし、うん、でやっと競争といえる競争になってきましたよと、うん、今までは1軍ベンチの競争してたけど、はい、これからやっぱレギュラーとしての競争がやっとですけどできるかなという、まあそれでもまだレベルは低いけどっては言ってたよね、うん、だからやることは着実には進んでる、うんだけどメンバーはまだこれっていうのは決まってないという、ね、そうですよね、うん、あと今中田翔選手がちょっとフォームだったりとか自身の調子がっていうところで、それはどうなんですか。まあまあいろいろ話し合いながら、うん、やってるよね、うん、だからこういうフォームに戻した方がいいんじゃないかとか、はい、まあそういうことでオープン戦を外れて一人打ち込みをしてたりだとか、うん、まあしてたし、なんといってもヘッドコーチの片岡ヘッド、はい、これとやっぱり二人三脚でこう話ができる、うんで話したら片岡ヘッドがやってくれる、うんまあ、この信頼関係が一番いいかなって。スムーズにまあそうだね。それと和田ベンちゃんがいて、はい、まあここら辺もやっぱスムーズだし、うん、だからそういう意味では風通しが良くなったのかなっていうの感じがするよね、うんうん、だから立浪監督も今年はあんまり言わないですよ僕って。だからそれを片岡ヘッドがやってくれてるし、はいうん、だから少しこういう風な感じだったけども全体像を見れるようになったのかなという、まあ、多少余裕というかさ、はい、その成績に対しては余裕はないと思うよ、うん、やらなきゃいけないことにしては余裕はないけども、うん、全体像が見え出してきたのかなっていうような感じがしてたけどね、うんじゃあやっぱりちょっとキャンプでも手応えはやっぱり感じたりとか。あやっぱりねまあ本当にね、うん、平均あと1点取れれば、はいこれは相当いくよ、うん、やっぱピッチャー陣見ててもいいしね、はい、ピッチャー陣どうって言ったらいやピッチャーはねまあまあ戦えるだけのものはあると、はい、だからやっぱこう点を取らないことにまた言ってたんでね、そうですねだからいろんな選手を試しながら、うん、まあやってると思うよ、うんうん、いいと思うよ。おいいキャンプをくれてる、はいはいはいただ一番ちょっと心配なのが片岡ヘッドの膝だよ。あ、水溜まっちゃったんで膝今どうなったんですか。もう片足ちょっと引きずりながら歩いてたからね。ねキャンプでそうなっちゃったってこと。いやそれで最後熱出してね。大丈夫ですか。いやもう罰金だっつってたよ監督。そうですよね。あいつもう熱出して寝てるんですよもう返しますよとか言ってあいつは罰金ですよとか言って笑いながら言ってたけど。片岡さんの体調が一番心配ですけどね。そうだね。はい。そうパ・リーグ楽天は今江監督。あ今江監督はい、もうね、もうどうしても会いたかったんだよ。あそうだったんですか。現役の時から本当に大好きで、はい、ね現役の時移籍した時にね楽天、はい、もうファームまで会いに行ったもん。豊さんそうなんですか。おっしゃる喜んでくれてな、うん、まあ今回ももう顔出す時間もないしみたいな。うんでもよしここ行ったら会えるからっつって、はい、DNA の試合の前に捕まえようと思って、はい、待ってた、うん、来ないんだよ。来ない本体が来てんのに電話したよ。え、電話したんですか監督に監督どこや言うて、うん、今向かってますってあと9分ですって、うん、そこから19分ぐらいかかって10分以上オーバーしてる。どんな車乗ってんねんみたいなまあでも降りてきた時に、はい、まあすごく喜んでくれて、うん、まあ一番12球団で若い監督でね、はい、まあどうやって言ったら、まあ、レギュラーはある程度決まってますと、うん、ただやっぱこうレギュラーと控えの選手の差がまだまだありますと。だからここら辺の底上げができるといいんですけどねって、まあそういうふうに教えてくれたよね。だからまあいい選手もいるけどもまだまだレギュラーとの差がねなかなか埋まってこないんで、まあ怪我した時にちょっと心配ですねと。代わりがねいないと。そうそうそう、だからそういう意味では底上げをしようと思って頑張ってますと、野手はね、はい、でピッチャーどうなんだって言ったら、やっぱりピッチャーもいないと。苦しいお前苦しいなって言ったら、うん、苦しいですよってまあ苦しいけどなんとか若手をね引き上げなきゃいけないし、はい、まあ頑張らなきゃいけないと思ってますよと、うんうん、まあ若いうちから苦労するのはいいことだよって言ったら1年目そうですねやっぱ監督大変ですよっつってたよ。そうか、うん、やることいっぱいありますみたいな。まあチームのことも含めてだけども、うん、まあだけどまああの笑顔を作れるっていうのはね、うんまだまだ大丈夫だなっていうふうに思ったし、うん、まあ本当に底上げするために今必死にこう頑張ってるような状態だから、はい、期待はしたいけどね。だけどまあ1年間は苦しむかなっていうような感じもするけどな。まあそうですね、戦力的にも、うん、やっぱね今井監督はそこまで厳しいっていうことはやっぱなかなか厳しいんだろうなっていう。まあそうだね、うん、まあ昨年もねコーチとして見てきて、うん、苦しさは分かってたと思うけども、はい、やっぱ若手が急成長するっていうのはなかなかないからな。でまた使わないと成長しないしな、はい、だから、まあ、そこら辺でどういうふうにチームを回していくのか、うん、これは楽しみにしたいけどね。そうですね、はい、さあ最後日本ハムの新庄監督です。だからさ、うん、やっとスタートですよって、うん、はい言ってた。それは3年目にしてようやくスタートなんだ。やっとレギュラーを取る争いができるようになった。今までは使ってあげてたっていう状況だけども、やっと選手たちが揃ってきましたと。だから今年、勝負ですねっていうことは言ってたけどもね、それと万波とかもやっぱレギュラークラスに入れて、ね、最初のオープン戦とか連れていかなくて、これはやっぱこう監督自覚なのって言ったら、いや自覚は持たそうと思います。これは若いとかベテランとかあんま関係ないですと、うん、だからそういう意識でやらなきゃいけないんだという意識を持ってほしいから、まあ、連れてきませんでしたと、はい、で一つ一つやっぱものすごく考えてるよね。そうですよね、うん、で今年は固定で戦いたいって言ったらそれは理想ですと、うん、ただまあ入れ替えなきゃいけない状況になるかもわからないですねって、うん、でも理想はある程度固定で。まあ戦いたいですねと、うん、だからまあ監督はやっぱこう色眼鏡で見ないね、うん、そうですね、選手をもう本当にレベルで見てるというか、うん、みんな平等に見てるというか、はい、だから本当にそこから浮き上がってきた、うん、去年でも万波が良くなったのは、うん、万波呼んで10試合黙って使うと、うん、ここが勝負だぞとで使ったらああなったと、うん、それから外せない選手になったと。だからまあそういうことは与えながらやれるようになってきたと、うん、昨年は万波ぐらいしかいなかったけども、まあ、今年は何人かに多分そういう手は打とうと思ってんじゃない。うんで清宮はって聞いたら、いや清宮はもうゼロからのスタートですと、だから治ったからってあげませんと、はい、それはもうみんなに失礼だと、うん、みんなが一生懸命やってるのにって、だからそこら辺も徹底されてて気持ちよかったよ。ああそうだったんですね、うん、だからそれは確かに昨年はね、ホームランとかも打ったけども、うん、まあだけどもう春先から来てないのにもうあげませんよと、うん、結果を残したらあげようとは思うけども、やっぱゼロからのスタートになりましたねっていう、うん、厳しさも優しさも両方ですね、両方持ち合わせてるんだよね。そうですよね、それはやっぱチームをぶれさせないためにそうしてるという、うん、だからやっぱりどっちみち清宮なんじゃは絶対監督は言わせないよ多分、うん、その扱いをするということだよね。あとはどうですか、今年のキャンプも、万波選手と松郷選手はほぼもうレギュラー 100% で、他の選手たちをまんべんなくまた使いながら、いい選手いたらっていうのをこう見てるっていう感覚っていうのはどうなんですか。でもスティーブンソンが、例えばセンターに入ったり、レイエスが DH とか、これはやっぱもうある程度決まってるんじゃないの。ただ外国人も悪ければ外すけどね、あそこは平気でね、新庄監督が外すけど、だけど、それは決まっていて、二遊間も上川端、ショート、春先いいんだよね、石井が。石井に聞いたらさ、いや、もう開幕しても大丈夫ですよって、お前、春先、本当いいねって言ったら、いや、僕、開幕してももう大丈夫ですって言うぐらい、やっぱ早い仕上がりなんだよね、だから石井なのかっていう。でサードが野村なのか、でファーストがマルティネスなのか、いろいろ競争は厳しくなってきてるよね。そうなんですね、だから言ってたよ、万波の守備、万波も良くなったなって言ったら、いや、豊さん、まだまだです、僕なんかはわざとスタートをちょっと遅らせて、一塁ランナーをサードにやらせてましたから、それを差しにいってました。もうそうでしたね、新庄さんとかイチロー選手ってそうなんですよね。やっぱね、そのぐらいの僕はレベルになってほしいんです。だからそれでサードに来たとしても、これはレベルを上げる途中だから、何も僕も言わないんですよ、それが見えたときにね、でもそのぐらいの選手になってほしい。よりレベルの高い選手になってほしいってことですね。いや、だから今そのやっぱり心の広い新庄監督がやってるから、そのぐらいのことは試してもいいっていうことだよね。そうですよね、今はまだ、例えばその松郷のことも言ってたな、新庄監督は今年ははっきりあの子が数字を言ったと、やっぱ3割を打ちたいし、もう一度首位打者を取るぐらいやっぱ頑張りたいと、やっとですよって豊さん、こういう言葉が選手の口から聞けるようになったのがあって。だからやっぱ選手も成長してきたし、欲も出てきてると、だから今年勝負したいですねっていうふうに教えてくれたよ。新庄監督も朝出待ちしてたんだよ。湯田さん、そうですよね。出待ちスーッと通り過ぎちゃって「湯田さん、ちょっと向こうに来て」とか言って、本当に向こう行って話に来るかなと思ったら、行ったらすぐ見つけてくれて、ずーっと話をしてくれた。だからすごくね、律儀な人で、そうですよね。でも今年のオフはこの目のクマを取った方がいいというアドバイスは、あとシミも取ったらどうですか。さすがそこも抜かりないんで、細かいところもやっぱ分かるんですね。だから野球もやっぱすごく細かいところまで見てるし、そうですね、だから本当に監督らしいよな。確かにそうですね。今年の日本ハム、キャンプでもいち早く紅白戦が始まって、で試合、練習試合だったりとか、オープン戦もずっとね、無傷の何連勝みたいな形で言ってましたし、でもね、羊みたいにこうやって手を挙げて笑ってるけど、内面は狼がいるからね。そう、いや、一番厳しいんですよ。いや、本当な。そうなんですよ。だから楽しみだけどね、今年の日本ハムはね。そうですね。豊さんがまた8球団の8監督の印象というか、ああいうのを話していただきましたけれども、でもね、みんなね、本当に気持ちよく話してくれるし、嬉しいですよね。だからすごく助かりました。本当ね、感謝したいぐらい。ですよね。ただ今年もね、毎月1ヶ月ごとの監督総評というのは、悪けりゃやっぱこっちも言うのが仕事だからね。しょうがないですよね。はっきり言わせてもらうけど、だけど。選手もそうだけども、見てるっていう人が多いんだよね。見てくれてる。ちょっと弱気になっちゃった。いや、大丈夫ですか？いや、それはね、もう見てくれてる人って、もう糸原知ってる？阪神のですか？はい、糸原選手。僕泣いちゃいましたよって、俺の動画でって、俺も泣き虫だからいつも泣いてるぞって言ったら、何の動画でした？ラストノックだとか言って。あら、感動もんに弱いんですよって、あれ見てボロボロ泣いて、豊さんが泣いてるのを見てまたボロボロ泣いたんですね。もうね、もう大好きになったよ豊原。ラストノック見てくださってたんですね。そうそうそう、あんな見るんだなとか。あんなじゃなくていい動画です。もし見てなかった方、糸原選手も大号泣したという、ラストノック、多分ここ今下出てるかもしれません。こちらご覧になってください。いや、本当に。いや、だけどみんなね、口合わせて見てますとかね。ただね、1球団だけね、ちょっとアウェー感は感じる。どこかは言わない。わかるだろう。いや、わかります。カープちょっとアウェー感があってでもね、コメントでもアウェー感があるのかな。いやだけど嫌いじゃないから。そうなんですよ、嫌いじゃないし、そうですよね。もっといけるのにみたいなね、もっといけるのに、もっとできるのに。そうですよね、そうですよね。まあ今年もね、シーズン始まったら恒例の1ヶ月おきのね、監督の総評をやらせていただきますので、12監督の皆様よろしくお願いいたします。